まあ、材木屋さんの倉庫ですね。でここが材木屋さんの、まあ、荷物置き場というか倉庫ですね。もう少し見せれる形にすればいいんですけど、今一応こういう形で、保管しているという形です。こういう形で見える。だからこれ結構幅広の木っていうのは今あんまりないので、タモとかでだからね、結構貴重だと思います。削ってみないとちょっとわからないような感じもあるんですけど、昔は結構すごいいい材料がたくさんあったんですけど、なかなか今はこれ幅広のものとか木目が均一に綺麗に凝ったものっていうのがあんまりなくなってきたという形ですね。これはだからすごい目が細かいですよね。これが年輪の、1年に育った幅になるんですけど、すごい緻密です。だから北海道とかの材料っていうのは1年間に大きくなる分量というのが狭いので、すごい緻密なこういう綺麗なものが、揃っているような形になりますね。今これだけ幅広いものなかなかないん で僕らはまあこうやって材料を選ぶときって緻密なものを削った方が綺麗なので、まあこれはいい材料と捉えるんですけど、例えばまあ同じタモでもこういうものもありますね。すごい木目の幅が広いです、粗い。だからこういうものは、まあ、物によっては木らしいという形になるんですけど、あと色がちょっと全体的に白っぽい形ですね。だから結構木の端っこの方を切ると結構こういう形の、ものになったりします。だからまあこういう中からその都度選んで、いい材料を、探すと。で、まあ、会員様が使う材料っていうのをこういうところから選んでますね。これすごいなんか結構独特ですよね。こういう同じタモです。こっちと比べると色の変色っていうのがあったりしますね。後ろ側にも出てると、こういうところはすごい白い。だからこういう形で、削らなくてもある程度材料っていうのは、見分けられます。はい、まあ今タモ見に来たわけじゃないので、足のちょっと見ますね。これとかすごい綺麗ですよね。色も結構はっきりついているような形になります。だいたいこれ色が結構濃かったら削った時も濃いですね。こういうのはマサって言って、もう本当に緻密に細かい材料です。マサ目と板目っていうのがあって、マサ目の方が高いですね。これだからすごい有料材です。ここが木の皮に近い部分で白田って言うんですけど、ここら辺がちょっと使えないかなっていう。あとこういう割れみたいなものがあって、じゃあ実際に使う時にどれだけの幅が取れますかっていうのを一個一個三段するのが、生ものなので、それを見て、選んでいる形です。これも同じくタモで、やっぱり1本の木からこういう分厚い材料を取ろうとしたら、その分加工の手間もかかります。だからこういうものは竜兵単価といって、同じタモでも体積じゃなくて、そのこれを1枚こうやって取るのと、薄くスライスした板が2枚分で、どっちが高いですかって言ったら、もちろんこっちの方が高くなりますね。同じ体積でもこの木の取り方によって価格が変わってくるっていうのが木の難しいところです。はい、じゃあ高所恐怖症の怖い、まあ、材木屋さんこんな感じになってます。まあ、いろんな材木屋さんあるんで、その場所によって違うと思うんです。でここら辺に奈良があると思うんですけど、米津さん適当に選んでいいってことだったんで、どう選ぼうかなっていうところです。欲しい材料の厚みは20ミリです。で今ここに奈良がこうあるんですけど、これを削って20ミリにするっていうと、削ってなくなる分が僕らの方で負担になってしまうということで、できるだけ20ミリに近い材料を、使ってやりたいと。これも奈良ですね。でここにこういうふうに書いてありますね。記号みたいなのが書いてます。これ多分4って書いてあるから、あ、4メーターぴったりですね。35とかそんなもんかな。35って言ったら、20ミリに使うとしたら15ミリ削らないといけないと。じゃあその15ミリ削ってクズにするのがもったいないんで、こう真っ二つに割ることができるかって言ったら、それもなかなか難しいです。だからできるだけ薄いものを選んでやる。これも奈良か。そうですね、これ27ミリですね。27ミリといっても均一な真っ平らな27ミリじゃなくて、うねった27ミリなので、これをまっすぐにしてやろうとすると、だいたいまあそうですね、23ミリとか、22ミリぐらいに落ち着くかなというところです。だからこの27ミリっていうのは、今僕らにとって使い勝手がいい数字なのかな。ちょっとこれ出してみるか。
ごい綺麗ですね。ちょっとカメラ見てもらおうかな。すごい年輪が緻密です。これ多分削ったらすごいいい感じになりそうな雰囲気ですね。炒めって言ってあの竹もの子模様がないので、まあ見ようによっては寂しいような感じもあるんですけど、マサメっていうのは反りづらいで、使いやすい、加工しやすいっていうところもあるんで、だから結構これ狙い目ですね。で今僕らが、作りたい棚の奥行きは160、余裕を見て180取れればいいとしましょうか。で今これをこうやって見ると210、21センチあります。でこういう白っぽいところとか、まあ、こっちに入っている割れとかを切っていったら、だいたい180とか170とかに落ち着くというような形で、これ今その僕らが使いたい材料にぴったりですね。でこういう時に割れがこう入っていたら長さが取れなかったりするので、その辺も見てやります。あとは裏側、あすごい綺麗だね。でこういう節とかが入っているものって昔はすごい嫌われたんですけど、今はまあこういうのも木の本来の味ということで、すごい理解が深まってきて、こういうのがあると逆に木らしい、すごいちょっとかっこいい、その奈良を使ってますよっていう雰囲気が出るんで、これはかなり使いたい材料ですね。ちょっとこれがあといくらになるかっていうのは米次さんに聞くことにして、はい、じゃあこれを使っていきましょう。あこれすごいいいな、生徒さんにとっておきたいね。いや別にいいんじゃないですか。いい、はい、いいか、はい。であそこにあるああいう耳付きの一枚板とかも大砲木材すごい持ってるんで、ぜひ皆さんもねちょっと興味あったらぜひぜひ大砲木材をよろしくお願いします。そこにもなんかかっこいいテーブルになりそうなものがたくさんありますね。まあ、この他にすごいたくさん在庫があるはずなんで、また問い合わせしてもらえると思います。はい、本当はまあこれ大砲木材の仕事なんですけど、ちょっと僕ら、勝手にやらせてもらってますね。で、まあ、この板手で持って階段で下まで行ってもいいんですけど、今一応大砲木材がやっているやり方でやります。外したくわ、はい、いいカメラ、どうってことないねん、はいはい、ちょっとシップしたいから楽やから。おむつっていうよりもこんな細いのはもうこのままでね、うん、つきますね、はい、ちょっとしばらくやってないのでね、こうして重さのかかる方をこう持ってくれば、ここでくってしまうでしょ、はい、上にしてあげて、はい、でそれでちょっと上げて、でバランスに、はい、ちょっとこうなってるか、あっちが重いね、まだもうちょっと重い、ちょっと下げて、はい、このぐらい、ありがとうございます。よろしいですか。はい。お買い上げです。ありがとうございます。小川君がポケットマネー。なんで僕ですか。すごい高いよ。ありがとう。はい。はい、OK、教室に戻ってきました。